暑いですね。すごく暑くなってきたこの時期でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。栃木の Vlog おじさん、キミショーでございます。今日はみっちゃんとお出かけだよね。みっちゃん、うなぎの季節がもうすぐやってくる、牛の日がやってくるということなので、うなぎをね食べに行こうと。でも本ちゃんになると超こぶでしょ。本ちゃんの前に食べに行って元気をつけようということで、阿波の方面に移動しているところでございます。今日はそんな動画で、本日向かってるお店なんですけど、阿波野にある日本料理の西村さんです。以前お弁当でうなぎ弁当をいただいたらすごくうまかったお店なので、ぜひいただいてみようと思いました。西村さんの駐車場に入れたところです。場所は阿波野の新金の横あたり。うなぎの上りも出て季節を感じます。以前のお店紹介動画もあるので見てください。のれんも綺麗だね。素敵だわ。こんにちはと。あ、こんにちは。失礼します。どうも、こんにちは。ありがとうございます。なんか素晴らしく乗せてもらっちゃって大丈夫。使えなければお料理とってもいいですか。もちろんです。あ、はい、ありがとうございます。はい、うん、素敵です。ありがとうみっちゃん。みんなね、ちょっと親族で大騒ぎでしたよかったね、みっちゃん。喜んで、YouTube 喜んでもらえたって。よかったね。うん。で、私は、うん、おのおので。私はこちらの01で。みっちゃんは一番絞りで。乾杯。良いですね、みっちゃん。お、いいね、いいね。いいね、みっちゃん。いいですよ。みっちゃん、白焼き超かっこいいよ、これ。素敵ですね。食べよう、食べよう。これは柚子胡椒のしそ版、うん、白焼きでございます。ここにこのさっきのしそのやつちょっと乗っけさせてもらって、うん、うなぎにしそ胡椒、うん、うまいね。本当にいい香り。前に抜けていく油の香りがすごくいい。小骨がカリッと焼かれてすごく食感として良くて、子供の頃食べた小骨があって嫌だなって感じが全くない。美味しい。これアクセントになってる。すげえうまい。ほんとちょっとわさびをね乗っけさせていただきまして、いや最高ですね、みっちゃん。これがお飲み物ですね。飲み物こんな感じだって。なんかこんな素敵なお店なのにドリンク超安いよね。この感じだともっとするよね。すごく優しいお店。大体ドリンクの値段見ればそのお店の料理の感じとかさ、値段帯がわかるんだよね。これ見しとけばさ、みんなビビんないで来れるんじゃない、うん、こういうかっこいいお店、うん、ビビんないで来れるね、うん。うん、マジ居酒屋さんぐらいの値段だぞこれ。超安いよ、うん、同じ楽しみだね。ではシュッと、うほー、いやー、これはかっこいいうな重ですね。最高っすね。では甘ましていただきます、うん、うまっ、うん、炭火でこのやや焼かれたかの感じの皮目のカリッと感とかさ、
いやもう、やっぱり段違いですよ。出来たてうまい。これね、そういろんなさ、和食屋さんが、天ぷら屋さんとかもお弁当出したりとかさ、食べてみたんだけど、美味しいんだけど、やっぱりこれ出来たて食べたいなっていう、なるよね。今どうしてもテイクアウトじゃないとっていう気になっちゃうからね。ね。この皮がうまい、これ。うん。タレ染みご飯がマジでこれは最高です。うんうん。本当に油の香りがいい。うん、なんでお前こんな美味しく生まれてきてしまったんだ。もう美味しいけど違う。油が違うよね。飴がもうちょっと淡白な感じ。これさ、美味しいよ。冬の油の乗った旬のうなぎって言っても食べてみたいね。じゃあなんか頑張って、で頑張ったらみっちゃんのご褒美に食べるって口実作ろう。飛行機の試験が終わったら。そうだね。うん。いいね。これ奈良漬け美味しそうじゃない、なんか。奈良漬けって何で作ってるの？ええー、わかんない。酒粕？酒粕？酒っぽいもんね、なんかね。そういうの入ってる。これ美味しい。これ酒粕系のやつさ、あんまり食べられないんだけどさ、これは本当美味しい。すごく美味しい。これ基本的に奈良漬け、わさび漬けみたいな酒粕系がね、苦手で、キュウリのおしんこもいいね、さっぱり、全部いい香り。ちょっとね、まだ若いんだな、タレが。へえ。そんな感じは。もう美味しくて美味しくて、あ、本当よかった、あのタレのかかり具合どうですか？なんか俺はもうこういうの大好きなんで。あ、そうですか。ついついこうたくさんかけちゃったんですけども、あ、はい、いや嬉しいです。そっか、ちぎたくが嫌な人もいるんだね、お客さんではね、こういうタレだく、俺大好きだけど、俺はすごく好きです。じゃあこのままタレもそんなしょっぱくないもん、なんか味が、もちろん栄養素的なこと考えたら、それはこれはさっとかけてぐらいがいいのかもしれないけどさ、美味しいですよ、本当に。ああもうなくなっちゃう。なくなっちゃった。ああ美味しい美味しい。このちょっと取っておいたおしんことお茶をいただこう。こうですよ、マジで。みっちゃんもペロッと食えたね。俺の方回ってくるかと思ったら全然でした。余裕。美味しいからね。あ、おしんこさっぱり。あ、最高だね。どう見てビールのペースの配分もバッチリだった。バッチリ。これは幸せだわ。満足だね。お弁当もさ、嬉しいことだけどさ、やっぱり来て食べると人仕様違いますな。これはこれ絶対来た方がいいね。お近くの方、何ですか、何日からだっけ、ちょっと確認して後でなんかテロップかなんか出しますけど、うなぎ週間がね、土曜の牛の日のうなぎ週間が始まるっていうからね、その時に来るとうなぎ祭りだわね。肝水もきっとあるよ、きっと。お近くの方、ぜひ暑い夏を乗り切るために西村さんでうなぎいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。またのご視聴お待ちしてます。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よかったらお願いいたします。お相手はキミショーでした。